はい、小津の趣味部屋へようこそ。今回はね、フィギュアではないんですが、いつもの、自分が集めている、こちらをご紹介していきたいと思います。はい、こちらドラゴンボール色紙アート8、はい、8段目ですね。ついに8段も来たか。結構続くね、このシリーズね。いやー、結構ね、柄的にも好きなんですよね、この絵って。でしかも今回はなんかライバル編みたいな、こんなのもあるね。で、劇場のね、ブロリの劇場のやつとかもあるし、で、GT、はい、ここら辺もある。全16種特別仕様色紙1種、4種は箱押し仕様ということで、この特別仕様っていうのがどういうものか見てみたいから欲しいね、これね。で、16種なんだけど、これ10個入りなんだよね。だからどっちしろコンプはできないんですけど、まあダブらずにいければ、はい、いいですね。で、特別仕様、これが出ればもう当たりですね。ということで、早速開けてみたいと思います。こういう風に入ってますね。はい、こういう感じで、まあ、とりあえず全部出してみようか。よいしょっと。絵柄はこの3種かな、この3種だね。ということでね、じゃあちょっと、カットしますね、上ね。はい、で、取り出しやすくして一気に紹介していきたいと思います。はい、一応ね、上をカットしましたんで、皆さんと一緒にね、一個ずつ見ていきましょう。では早速、1枚目、1枚目から出てくれれば一番いいんだけれども、いきます。せーの、逆バージョンですね。はい、で、例のごとく、食玩なんでね、ガム、はい、ではいきます。はい、せーの、おお、はい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 、スーパーサイジン3とブーですね。なかなかいいな。その11、はい、ドラゴンボールセット。では2つ目。こういう向きだね。そうするとね。はい。では行きます。2枚目。せーの。うわ。これはあれ。白押しのやつですよ。まあ、白押しなんだけど。まあ、これは普通の4種のうちの1種かな。白押し。うん。そうですね。ベジータめっちゃかっこいい。何これ。うわぁ、かっこいい、このベジータ。うわぁ。しかも、箱押しでベジータ。スーパーサイヤン4。やっべ、これめっちゃかっこいいじゃん。これはその16。はい。あれ、その16。最後じゃん。16種だから。はい。よしよし。では、3枚目いきます。せーの、あー、はい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 、はい、おなじみの、ベジータと悟空、ドラゴンボール Z その7。いいね、この構図もいいね。はい、続きまして、4枚目いきます。せーの、あー、はい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 、ドラゴンボール Z から、魔人ブート、ゴテンクス、スーパーサイジン3、いいね、これもいいね。その10、はい、よしよし。じゃあ5枚、折り返しの5枚目。はい。折り返しの5枚目。いきます。
せーの。おー、はい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 。これは何もあれがロゴがないから劇場版ですね。はい。その2番か。ベジータゴッド。はい。うん、はい、ベジータゴッド。はい、では6枚目いきます。せーの。あっと、白押し来た。白押しのゴジータ。カメハメハ。その14。白押しのゴジータ来ましたね。うわお。はい。はい、では次。7枚目。特集仕様っていうのがどういうのか分かんないかな。はい。7枚目いきます。せーの。ああ、はい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 。無印のドラゴンボール。いや、悟空とクリリン。少年期。いやー、すごい。いいねー。はい、これが、その後。はい。続きましてが8枚目。はい。いきます。せーの。ああ、はい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 、出た。ドラゴンボール Z から、悟空とフリーザ。その8。じゃあ残り2枚で9枚目。はい。特別仕様来るか。いくぜ。せーの。あら。ピッコロさん。ピッコロさんですね。あれ、でもこれ、よく見れば、ロゴがないってことは、これは、劇場版でちょっとしか出番がなかったピッコロさんじゃないですか、これは。その4。ね、ロゴがないからそうだよね。多分劇場版のピッコロさんかな。うん、まあ、こんなシーンはなかったと思いますけどね。こういう力入れてるポーズ。はい。ではラスト1枚。ラスト1枚か。どうでしょうね。もう1枚ぐらい箱じゃ欲しいな。ラスト1枚いくぜ。せーの。だね、その13、ブロリー、フルパワーブロリー、白押し、もう最後に来たね、白押しブロリー。いや、いいね。はい、ということでやっぱね、ワンボックス買えばダブリはしないね。多分今までのシリーズもそうだったと思うんだけどな。これちょっと今裏を見たんですけど、ラインナップが書いてあるんですけど、で箱押しはこの4社なんですけど、ここに特別仕様ありってこの絵柄ってことかな。ねえ、そうだな、多分ドラゴンボールスーパースーパーサイジンフルパワーブロリー VS ゴジータのね。そうだね、ノーマルがあるけど、これの特別仕様があれ、これのあれか、箱押しじゃねえかな。マジか、惜しいな、吉祥。はい。まあでもね、出なかった。はい。皆さんはね、このシリーズ買ってますかね。うん。結構ね、自分はもう、1段から、今回の、まあ、8段はあれですけど、7段まではフルコンプしてますんでね。まあ、なんだかんだメルカリとかね、そういうので、単品で買ったりして揃えて、なんとかコンプしてますんでね。うん。まあ、今後も、
この段もコンプしたいと思います。なんとかしてね。はい、ということで、今回はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録ね、よろしくお願いします。あといいねボタン、グッドボタン押してください。あとコメント欄もねいただけますと、返信させていただきます。ではご視聴どうもありがとうございました。